次に3番岡田昭君、はい、登壇してください、はい、3番岡田です本日は通告の通り町長に3問質問させていただきます、えー 振り返れば4年前に議員として初めて一般質問に登壇してから、今日含め15回の議会にて合計30件の質問をさせていただきました。ここで町長をはじめ、教育長や課長の皆さんと議論してきたことは、私にとっても、また地域の声としても大変有益であったかと思います。また、一般質問を機にさらに協議を重ねた結果、いくつかの施策も 実現させて、いいただき感謝しててるところですさて本日が任期最後の一般質問となりますので、本日もの当局の考えをしっかりとお伺いしたいと思います。えー、まず、一つ目の質問です。森町では地域公共交通計画に基づき、地域公共交通会員が毎年開かれています。 私も2年前より会議のメンバーに加わっていますが、少し感じているところがあります。会議要項には、必要となる事項を協議するとあるものの、実質的にはこの会議では、事前に当局と各事業者間等で合意され、作成された計画書の承認を図る場になっていると言ってよいでしょう。それ自体を否定するものではありませんが、 本来は地域の声をより吸収し、反映させた議論や検討が、この会議の前にされるべきではと考えますが、当局の考えを伺います。二つ目は、二つ目の質問は、DX、デジタルトランスフォーメーションの取り組みについてです。以後、DX と呼ばせていただきます。総務省は、令和2年11月より、 地方自治体の DX 推進に係る検討会を4回にわたり開催し、12月には自治体 DX 推進計画を策定しています。これによりますと、計画の意義や目的、推進計画の対象期間も明記されています。自治体における DX とはデジタル技術を活用し、組織はもちろん組織外や社会全体で情報を共有し、 ネットワーク化することで人々の生活をより良いものに変革するものです。このような状況の中、周辺の自治体でも DX 推進室など専門の部署を設けるところが増えております。DX は従来の IT 化の単なる延長とした協議の取り組みでは達成が難しく、森町でも部署の新設が必要ではと考えますが、 当局の考えをお伺いします。3つ目は、同じく総務省は、令和3年度地方財政,財政対策として、地域プロジェクトマネージャーの制度を創設しました。これは、地域、行政、民間の橋渡しをしながら、地域の重要プロジェクトを推進することができる人材確保に要する経費について、 一人当たり年間650万円を上限とした地方財政措置を講ずるものです。以前より町が喫緊に推進していく必要のある事業においては外部からの人材活用も一つの手段ではないかと訴えてきましたがこの制度を有効に活用できないか検討すべき,はすすべきかと思いますが当局の考えを伺います。以上、答弁のほどよろしくお願いします。 町長々、大田康夫君。岡戸議員のご質問にお答えいたします。はじめに、地域公共交通会議の進め方について申し上げます。議員ご案内の地域公共交通会議について、少しご説明を申し上げますと、地域公共交通会議は、道路運送法施行規則第9条の2の規定に基づき、地域の実業実情に応じた、 適切な乗り合い旅客運送の、えー、対応の対応および運賃料金等に関する事項自家用有償旅客運送の必要性旅客から収受する対価に関する事項その他一般旅客自動車運送事業に関し必要となる事項を協議するために設置するものとされております。 また地域の需要に即した運送サービスが提供されることにより地域住民の交通利便性の確保・向上に寄与するよう努めることが求められております加えて地域公共交通会議の構成員は同法施行規則第9条の3第1項で規定されているメンバーを必ず委員としなければならず第2項で規定されている道路管理者都道府県 警察、学識経験者等は主催する市町村長が必要と判断し、構成員に加えることが可能となっております。本庁における現在の会議の委員でございますが、本庁会議要項第4条において、町長を会長とし、運送事業者の職員、住民または利用者の代表、静岡運輸支局職員、袋井警察署職員、 黒い土木事務所職員、森町社会福祉協議会職員、学識経験者等の22名から構成され、議員につきましては学識経験者として参加していただいているところでございます。さて、国土交通、交通省による地域公共交通会議の設置、並びに運営に関するガイドラインでは、 道路運送法に基づく事項を協議する具体的指針として1、地域の移動ニーズの把握2、地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の対応および運賃料金等に関する事項3、自家用有償旅客運送の必要性および旅客から周知する対価に関する事項4、 一般常用旅客自動車運送事業の営業区域の見直し等に関する事項、5、補条による運送との連携に関する事項、6、会議の運営方法、その他会議等が必要と認める事項の6つの事項を留意しつつ、協議を行うものとされております。また、会議の具体的な運営方法につきましては、中部運輸局発行の 地域公共交通会議等運営マニュアルにおいて法令上必要となる事務的な手続きについてまとめられ中でも自家用有償旅客運送などのコミュニティバスについては手続きごとにどの関係機関と事前調整が必要か詳細に示されておりますこれまで地域住民からの要望による町営バスのバス停設置や移設 運行ルートの見直し等についてはこのマニュアルに基づき事前調整が必要な事項として整理し地域住民をはじめ公安委員会道路管理者等に実際の現場をご確認いただいた上で十分に調整を行い地域公共交通会議において協議を実施しております代表的な例を申し上げますと吉川線における都井詰めバス停の移設 森中学校入口バス停の移設と名称変更城下地区・草谷地区における運行経路の変更などでございますこのように事前調整が必要な事項につきましては現在も十分に実施しているところでございますが今後森町地域公共交通計画の推進にあたりレマンドタクシーなどの新規事業を検討する場合には より細ややかな事前調整や議論が必要であると考えますまた議員ご提案の地域の声を反,省させることに反映させることにつきましても地域におけるニーズ調査などを行う必要性があると考えておりますその際には他自治体の先進事例等を踏まえ関係各所が参加する作業部会などの開催や地域ニーズの調査方法などについても 広く研究してまいりただいま申し上げましたように、地域公共交通会議による協議、事前調整につきましては、今後も引き続き丁寧に対応してまいりますので、議員におかれましても本会、本会議の要請、構成員として、貴重なご意見をいただくとともに、ぜひ、地域からの要望につきましては、事前調整や取り,取りまとめにご協力をいただきますようお願い申し上げます。 次に推進 DX 推進において専門の課を新設する予定はあるかについて申し上げます。デジタルトランスフォーメーションにつきましては総務省において令和2年12月25日にデジタルガバメント実行計画を閣議決定し実行計画における自治体関連の各施策につ,施策について 自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、国の支援策等を取りまとめた自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画を策定いたしました。この推進計画では、各自治体において推進計画を参考に、全庁的な推進体制の整備や情報システムの標準化・共通化、行政手続きのオンライン化など、 デジタル社会構築に向けて取り組むこととし都道府県においては各市,う市区町村のデジタルトランスフォーメーション DX の取り組みについて必要な助言情報の提供人材ニーズの把握調整等積極的な支援に努めることとなっております議員ご質問のとおり自治体におけるデジタルトランスフォーメーション推進についてはウィズコロナアフターコロナにおいて 様々な課題に対応しデジタル化を取り入れ迅速に対応するとともに新たな日常の原動力として制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせ変革・トランスフォーメーションすることが求められますこれらの改革には組織的な対応が必要となるため森町においても近隣自治体で取り組んでいるようなデジタルトランスフォーメーション推進本部の設立や デジタルトランスフォーメーション課の設立が必要と考えますしかしながら職員の数につきましては森町職員定数条例において定められており定数以内で職員を配置し業務を行っておりますので直ちに新たな課の新設は難しい状況となっております現在町内の ICT の利活用を検討する組織として課長職を構成員とする 森町電子計算組織運営委員会及び若手職員で構成する森町 ICT 活用検討会を設置しております森町 ICT 活用検討会では本年度森町公式ラインの開設に携わり今年2月1日から公式ラインの運営を開始いたしました現在は今後のデジタルトランスフォーメーション 推進につながるテーマについて検討をしております。また森町電子計算組織運営委員会では主に町内のセキュリティポリスセキュリティポリシーや住民情報システムなどの機関業務に関する運営を検討する組織となっております。まずはこうした既存の組織を活用しデジタルトランスフォーメーションについて取り組んでまいりたいと考えております。 しかしながら森町電子計算組織運営委員会および森町 ICT 活用検討会は従来の IT 化の延長とした取り組みであるため今後は国のデ,リデジタル庁の創設標準システムの導入等国や県近隣自治体の動向に注意しつつ森町に適したデジタルトランスフォーメーションに対応した新たな組織等を検討してまいりたいと考えております。 次に地域プロジェクトマネージャーの導入について申し上げます。まず最初に地域プロジェクトマネージャー制度の概要について簡単に説明させていただきます。令和3年度に総務省が新設する制度で自治体の重要プロジェクトを推進するために地域行政民間外部専門人材などの 関係者の橋渡しを行うと同時に、プロジェクトの進捗管理ができる人材を任用する場合に、国の財政支援が受けられる制度でございます。採用できる人数は、1市町村あたり1名で、1人あたり年間650万円を上限とした特別交付税が3年間措置されます。採用者は、都会から地方への人の流れを作るという観点から、 三大都市圏などの都市地域から地方へ生活の拠点を移すことが必要となっております。想定される人物像といたしましては地域の実情を理解しプロジェクトの達成に必要な専門的な知識経験人脈を有し地域をチームとしてまとめられる人材であり現地の地域おこし協力隊員を任命する場合にはその要件を満たすものと扱われております。 本庁における本制度活用の検討状況につきましては来年度からの新制度ということでもありまだ本格的な検討は行っておりませんが活動が3年間という期間に限定されていることまた即戦力としての期待は裏を返せば具体的なミッションが必要であると考えております外部人材等の活用につきましては類似の制度もございますのでまずは制度に対する理解を深め 他の自治体の活用事例等情報収集を行いながら本庁における活用の可能性について研究・検討をしてまいりたいと考えます以上申し上げまして答弁といたします三番岡田明君はい、えー。それでは一つ一つ、えー、と再質問させていただきたいと思います まず、地域公共交通会議のお進め方についてです。まあ、町長から答弁もありいただきましたように、まあ、産業部会と必要に応じて、今後もやっていきたいということもありましたので、そちらのほうはその、まあ、ケースバイケースで、その機会に応じてぜひお願いしたいなと思います。で一番、まあまあ、今回これ出させていただいたただのは、あの この森町全体を見ますと、やっぱり交通体系っていうのが、まあ、山間部もあり、南部もあり、南部の電池帯もあり、非常にこう複雑なあ、まあ、なんていうんか地域、地域状況というか、地形状況があります。で、えーまあ、北部ののまは、あのまあ、令和2年度からあの通学バスの支援も含めて、現在、4月からバスの3大体制になるということで、 まあ北部の方、北部というか三倉の方はそういったバスがだいぶ充実してきたかなとえまあ今後の活用が期待されるわけですけれどもまあ一方でそういうまだバス優勝バスが整備されてないような地域のでもやっぱり足の確保は求められているわけなのでまあ議会でもこう提言させていただいているようなあのデマンドタクシーみたいな制度とか も検討も入られるということで、えー、地域によってやっぱり求められているその交通体系とか、まあ、逆に言えば今ある資源をどう活用していくかでやっぱりいろいろ今後、えー、詰,めていかない詰めていかなければいけないことが、ね、たくさんあると思います。まあ、そうした時に やはり、えー、より各地域ごとの声を反映させて、まあまあ、ベストミックスといいますか森町モデル森町ならではの交通体系を作っていただきたいなと思いますので、まあえー、今回そういった質問をさせていただきましたで私も2回ほど出させていただきましたけれども、まあえー、ちょっと従来からそういったちょっと 感じておりましたので、ね、き、まあ、今日町長の答弁を聞かせていただいて、えー、そういうことであれば、ありがたいかなと思っております。えー、で、少し、まああの、せっかくですね、もう一つ質問ですけれども、この公共交通会議についての質問ですけれども、あの議会から出させていただいている提言の,そのデマンドタクシーの検討、進めるということで、えー、回答も、 あのいただいてますけれども、えーとまあ、その進捗状態というか、まあ、例えば本年度、こういうことをやって、ちょっとあの検討し,していきたいとか、そういう今の進め、えー、と進捗状況、分かりましたら、えー、教えていただきたいと思います。町長大田君あのただいいままのの岡戸議員の再質問でございますが デマンドタクシーのを、えー、公共交通会議でどのように検討しているかという進捗状況でよろしいですか、公共交通会議で検討しているかということ、えっと、公共交通会議の中でどういう位置づけをしていくか、まあ、一緒か同じか、そうですね。 えー、含まれると思いますので,、えー、であのそ,その考えでよろしいですお願いします佐藤比較財政課長、えー、比較財政課長です、えー、ただいまのお加藤議員のお質問にお答えをいたします、えー、デマンドタクシーの関係ですけれどもおまあこれからですねま,ますます高齢化が進むということで、えー、まあいわゆる自宅まで来てくれると いうそのデマンドタクシーというのは、有効な手段の一つであるというふうに、町としてもまあ考えていると,、えー、ところでございます。まあ、ただあ、地域の人口分布であるとか、あるいはまあ地形、そういったものが、ですね、えー、そもそもデマンドタクシーに適しているかどうか、そういった課題であるとか、あるいは利便性の追求と、えー、コストの問題、そのバランスというのもあると思います。 また既存の交通手段との住み分けとか、さまざ、あ、まなです、ね、検証すべき課題があるというふうに認識をしているところでありまして、現在、公共交通計画の中でもです、ね、中期計画ということで位置づけて、こちらの方を導入できるかどうかということについての検討を今行っているということでございます。その中で、今年度につきましては、すでにデマンタクシーを導入をしております先進地。 等へですね、職員を派遣をさせてそこで事例等をですね聞かせていただいてこれからどういった形で展開をしていくかというようなところを現在検討しているというところでございますので公共交通管理の中で ではですね、えー、これからあのそういった形で提案をしていくということになるということで、まだあの公共、えー、公共交通会議におけるその協議事項というところまではあの至ってお、えー、いないという状況でございます。以上です。はいえー、あ、議長様、三番岡田昭夫君。はい、えっ、ー、と公共交通会議についてはえっ、ー、と了解いたしました。えー、次に、えー、デジタルトランスフォーメーションについてです。 えーまあ、これもお答弁いただきましたように、まあ、今後は、えー、そういった組織も必要であるというようなことでした。えーまあ、あの私がちょっと懸念しているのは、やはりあの町長もおっしゃられてたとおりあのあた、国からこういろんな新しいこう制度とか、まあまあ、要求事項があ来ると、やっぱりどうしても、この、 いやあの運営している自治体の,その、まあ、当局自体はそんなにそれに沿って、えーえー、人員を確保できるわけではないので、まあ、皆さんのこう仕事量というのがもう増える一方かなと懸念しております、えー、そういった中で、えーまあ、新しいものが出てくるとそれに対する人員が割かれて今でもおそらくその あの管理職の、まあ、課長さんですか、あたちはこう、えー、いろんなプロジェクトができるたびに、そちらへ、えーまあ、通常の業務とは別に、やはりこなしていかなければいけないという、まあ、そういったところを非常にちょっと懸念しておりましたので、えーまあ、今回、再度、DX について、ね、質問させていただきました。でえー、質問ですけれどもあの 現在あの、12月の山本議員の質問の中でも、あのまあ、インター周辺の開発についてプロジェクトチームを作れというような話もありましたし、で今度、この DX についても、やっぱりそういったあ関係部署の人、人を、まあ、組織に当てていくようなことも考えられると、えー、実際のところ、 えーと業務量の負荷っていうのはあの大丈夫かなと思うんですけれども、その辺はあどはいかがでしょう、実際の、えー、負荷量としては。ですねそうかり DX に関してですよね。<laughs> 村松総務課長、はい、総務課長です、ただいまの岡戸議員のご質問にお答えをします。先ほど、あの町長の答弁からもありましたけれども、まあまあ、現在ですね、あのまあえー、町内にあの、まあ、課長職を体調としたあの森町電子計算組織運営委員会。 それから、あの若手職員で構成する森町 ict 活用検討会というものを設置をしております。そういったあの既存のですね。あの組織の中でですね。まずは検討をしていきたいということを考えております。まあ,あの、それこそ、そのまあ、この内容についてもですね。まあ,あの、まずはあの dx に向かうためのまあ。規制 既存のです、ね、手続き等のこう洗い出し等の、まあ、作業がきまずはあの基本になるかなと思っておりますので、まあ、そういったところでその既存の組織の中で,です、ねまあ、各課で担当するところの,の DX でつながるような業務の洗い出しをしていくということになると考えておりますのでまああの不っ というところになると、まあ、会議の出席等で、ですね、まあ、あのそういった時間が割,割,、えー、割かれることはあろうかと思いますけども、まあ、あの内容的には現在、それぞれの担当課でやっているところについての、電、まあ、算化といいますか、まあ、そういったところの洗い出しが、まずは基本になるかなと思っておりますので、まあ、あの負担に、まあす ならないような形でのまあ取り組みを考えていきたいと思ってます。以上です。以上こ番。三番岡田清君はい、えー。それでですね、えー、まあ一番最初にあの質問した通りあのやっぱりまあ飾ってまって言うと失礼なんですけれども、やはり従来の延長でで考えるとなかなか DX の本格的には 達成できないのかなというところが一番懸念していますのでまあそこの辺、えー、まあお分かりかと思いますけれどもねそこら辺の体制づくりにあたっては十分検討していただきたいなと思います。それとまあ、えー、とこの DX にちょっとちょっと関連してといっては何ん 関連した質問になるかもしれませんけれどもちょうどまあ旬な話題といいますか最近ちょっと起こっている問題でこの LINE というものがありますで、えーまあ、2月からあの森町もね LINE をあの使い始めてこれからっていう時にこうあの報道でありますようにあの、まあ、セキュリティ問題に、えー、がます 出たとということで、非常にちょっと残念に感じておりますで、えーまあ、実際のユーザーの皆さん、まあ、町民の皆さんも、まあ、そういった思いはされてると思うので、まあ、ちょっとこの DX の質問させていただいているので、ちょっと関連して LINE について、えー、質問させていただきます。で、えー、まず、まあ、今回の件に関して、国や県から、まあ、実際で LINE 使っている、 でどういうふうに使ってて、えー、っていう,ような、まあ、そういった調査とか指導がありましたでしょうかということ、それと、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、常任委員会の時も少し質問させていただきましたけれども、まあ、将来的に電子申請とか、えーまあ、そういったものに LINE を使っていきたいという,いうことも聞いております。えー、それににつついいいてて、えーまあ、方向性について、えーまあ、見直しととうかちょっと 待ったをかけるとか、まあ、そこら辺について、えー、いかがかということ、それと3つ,は3つ目は、そのまあ、ユーザーに対してあの森町の対応を、一応、う何らかの発信というか、あのすべきじゃないかなと思うんですけれども、えーまあ、その LINE に関して3つ、少しお聞かせください。 村松総務課長、はい、えー、総務課長です、えー。岡戸議員のご質問にお答えをいたします。えー、LINE についてでございますけども、まあ、国、県の方から指導があったかというところでございますけども、まあ、ここについては、えー、今のところ指導等はございません。で、えー、まあ、森町の LINE 公式アカウントでございますけども。 えーまあ、日本のデータセンター、それからあ日本国内の LINE 公式アカウントの管理システム提供会社のデータセンターを、まあ、あの使っているというところで、えー、ございますので、あのまあ、まずはあの、えー、大丈夫かなと思っておりますけれども、まあ、そのあたり、またあの詳細にです、ね、今後の動向とこう注意していきたいと考えております。で、えー 2点目の方向性で、えー、ございますけれども、あのーまあえー、今ですね、あのーラインえー、2月に公式 LINE を開設して、まあ、すでに、あのー、1000人を超える 方に登録をしてていいただいておりますで、えー、現在、ですねあのそのライン画面見ていただくとお分かりになりますけれども、まあ、申請、電子申請等のですね、えー、ところについて、ですねまだあのーえー、使用ができていない状況でございますので、まあ、そういったところがですねあのできるような形、まあ、ホームページ などの情報と連携したサービスをですね。まあ、提供できるような、えー、検討をしていきたいと考えております。でえー、3点目の森町についての対応でございますけども、まあ,あの先ほど1点目で、えー、回答させていただきましたように。まあ、今のところまあ、森町でのまあ,あの被害っていうかですが、ね、影響っていうのはまああの確認をされておりませんので、まあ今後ですね。あの状況を確認。 万が一、そういったあの制限等がかかるようであればです、ね、またあの何らかの対応を考えていきたいと思っておりますす以上です3番、岡田明夫君。はいまあ、今のところ、あの実は私もずっと LINE 使ってなかったんですけれども、まあ、そういったちょっと懸念があったものですから、で2月にまあ森町としても公式に使い出したので。 やはり自分としてもどういう使い方をしているのかなということがあって初めてその森町の,の LINE の発信とともに自分も LINE を入れてみたんですけれどもね、えー、まあそういった中でえまあ今のところこう情報発信のツールとしてこうううう使われておるのでね、えー、まあ実質的なまあ被害とかそういうのはもちろん ないのかだとは思ってますけれども、まあえー、一応、まあ、今も先ほども言いましたように、やっぱりこう何らかのやっぱり森町としての行政で使っているわけですから、まあ、そういった国を挙げてこう騒ぎになっていることに対しては、何らかの発信が必要かなとは、私はあの思いますけれども、えー、っとそこら辺再度、どう考えますでしょうか。 長々大田君ただいまの LINE の問題につきましては、まだそれこそ事業者からの発表が昨日でございましたが、そのような状況でございますので、今の段階でどう、何をどう判断して、何を伝えるかということは、えー、時期尚早々だと思いますので、必要に応じてそのような対応を取ってまいりたいと思います。それから今後の方向性につきましても 現在のとところはは方向性を変える段階ではないと思い思ますただし LINE の状況、信憑性等を確認の上で当然、方向性を検討しなければならない場合には検討をして場合によっては別のことも考えていかなければならないとそのように考えております。 3番、岡田昭雄君。はい、そうですね。あの私もそうおあの理解しております。えーまあ、今後の状況に応じて、えー、適切な対処をお取っていただくようお願いいたします。それから、えーとですねえー、3番のお地域プロジェクトマネージャー制度についてです。えーえー、とこちらもです、ねまあ、あの新設されたあ、される制度なものですから、 まあ、私もその新しいもの好きでこう言ってるわけではないんですけれども、やはりまあ議員として常にこう、えー、先を見て使える制度は使うとか、えー、まあそういったことを常に考えておりますので、質問させていただきました。で、えー、まあそれこそあの始まったばかりなので、まあ、事例とかあのちょっと調べても、あまりこれからっていうところでないですけれども、 まあ福岡県田川郡の赤村というところ、自治体としては3200人くらい規模の自治体さんですけれども、自然学習村の源氏の森という、ちょうど森町で言えばアクティ森のような、そういった施設の,もうていうのかな支配人といいますか、マネージャーというか、そういったところに募集をかけられている事例がありました。それから 栃木県の八板市ですかスポーツコミッション事務局員ということでスポーツを核としたそういった活性化みたいなそういったところのマネージャーを募集している事例がありましたで、まあ、総務省のこの概要欄見てもどちらかというとこう 従来の地域おこし協力隊のまとめ役みたいな形でちょっと出てる感じがあるんですけれどもまあ森町の場合はまあそんなに地域おこし協力隊の方が何人もいるわけでもないですし実際のところそういったま,あまとめ役とか地域その橋渡しはすでにこう岩瀬君がやってお、え、り、ー ってえー、結構うまくいっているところも感じているので、まあ、この地域プロジェクトマネージャーをもし森町が使うんだったらどういうことがあるのかどういうケースがあるのかなと,、えー、ちょっと考えてみました。でやっぱり、えー、先ほどちょっと言いましたけどこ,のこ,のこれから森町がちょっと手がけていくプロジェクトの中ではやはりあのインター周辺の開発プロジェクト こういったところに、まあ、どういうことをやって、まあ、どういう人材が必要になるのかというのを明確にしないとなかなかそのどういう人材をこう招いたらいいかというのが明確にならないと思いますのでまずはそこからだそこを整理してからだと思うんですけれども将来、まあ、的にはやはりあの、えー ここはやっぱりどうしても推進していくべき事業だと思いますので、こういったところに仮にやはり精通した人、それとかいろんな人脈を持った方を招き入れるのも、一つ、まあ、この制度を使うのもありかなと思って提案,さ提案といいますかあ、質問させていただきました。えー 実際のところ、この地域プロジェクトマネージャーの概要を精査していただいたと思いますけれども、森町としてどういったやっぱり活用が想定されるのか、もしありましたら、お願いしたいと思います町長、大田康夫君。 地域プロジェクトマネージャーの導入について、例えば考えられる事例として、インター周辺の開発ということを議員からお発言がありましたけれども、確かにインター周辺の開発については、森町にとって大きなプロジェクトになろうかと考えております。しかしながら、まずは地域プロジェクトマネージャー、この制度が、 令和3年度から始まる制度であるということ、まあ、今現在の段階でも入手できる情報はありますけれどもまだまだ制度として始まっていないということ、まあ、地域プロジェクトマネージャー自体についての情報収集が必要であるということとそれからインター周辺の開発プロジェクトにつきましてもまだまだ 構想の段階でございますのでいずれですね具体的に事業を進めていく中でそのような人材が必要になりまた最適な人材があるということならば地域プロジェクトマネージャーの採用ということも選択肢の一つになろうかと思いますが今今の段階でどのプロジェクトということはまだ えー、具体的なことは申し上げられないというのが現状でございます議長、3番、3>, 3番、岡田晃夫君。はい、了解しました、えー、私もある程度、それは承知して質問させていただいてますので、えー、申し訳ないですけれども、おまあ、こういったいろいろな国の、まあ、社会情勢とかに応じてこう、国もいろいろなあこう、なんていうのかな、 政策を出していきますので、まあえー、常にこれが森町でなんか使,えない使えることはないのか、あまあ、そういったあ考え方をです、ね、これからも、あのー、持っていただいて、えー、調査していただいてです、ね、えーまあ、財源にもこう限りがあるので、まあ、こういった制度をうまく使って、 事、えー、業の方を進めて、えー、行っていただけたらと考えます、えー、以上で質問終わります